なんかわかんないですけど、アトモスから届きました。Hey, what's up, YouTube? どうも、ソーシャです。はい、ということで本日なんですけど、ちょっとね、急遽動画を回してはいるんですけど、まあ、これなんで動画を回してるかというとですね、まあ、アトモスからなんかこれが届いたんですよ。で、僕、アトモスで何も注文してなくてですね、何なんだと。マジで何が届いたかよく分かってなくて、まあ、一応動画撮っとくかと。なんかおもろいもん撮れるかなっていうので、これ一応動画として回してるだけなんですけど、今ずっと動画編集してて、まあ、これが届いたので、まあ、なんやと。マジで何も注文してなくて、開けていいんすかね。まあ、開けんと中分からんすもんね。で、これ送ってくるときに、ここに住所であったりとか、ああいう伝票みたいなの貼ってあるじゃないですか。で、そこにこう、品名って書いてあるでしょ。で、あそこに大体こう、スニーカーとか入ったらスニーカーとか、まあ、アトモスやったらこう、服とかもあるか、っていうのはね、こう、書いてあると思うんですけど、そこにね、箱類って書いてたんですよ。箱類ってなんやねん。で、いつもね、オンラインで注文した時でこう、バーンって開けるじゃないですか。ただね、何も注文してなくて、中身が何かも分かってないだけに、まあ、もしかしたらミスって僕んち送ってることはないだろうな。まあ、一応ちゃんと開けようか。マジでなぁ。怖っ。あ、え？一応これ、箱だけ見せますね、先に。これでわかるかな？ピント合ってる？これ。これでわかる人も多いよね。え？これ、15日発売ですよね。明日っすよね。これ今日、今これ動画撮ってるのが、前日の14日なんすよ。これピントが合えへん。14日なんすよ。ちょっと小島さんに電話してみます？知ってるかな？小島さんこれ。もしもし。あ、お疲れ様です。お疲れっす。今、大丈夫ですか？どうぞどうぞ。アトモスからですね、なんか箱が届いて、届いた。はい、何かわかんなくて開けたら、明日発売のコラボモデルが入ってたんですけど。サプライズ、サプライズ。はい。サプライズですよ、サプライズ。え、それはサプライズギフトです。え、プレゼントですか？プレゼント、もう、この間、やっぱりエアマックスをもう、皆様に広めていただいているということで。はい、あ、この間の動画ですか？動画も含めて、はい。エアマックスの僕も動画見させていただきましたんで。ああ、ありがとうございます。え、より今の履いて、皆様にエアマックスの良さを広めていただけたらと。ええーと、普通にいただいていいっていうことですか、これは。はい、大丈夫ですよ。あ、ありがとうございます。ちなみにこれ動画、今撮ってて、アトモスからなんか、アトモスからなんか届いたっつって。あ、そんな感じで。はい、そうですね。これ動画でじゃあ紹介して大丈夫ってことですか？多分大丈夫じゃない？これじゃあめっちゃ YouTube 的なこと聞くんですけど。どうぞ。これいただいて動画で紹介するとき商品提供って言ってアトモスって書いても大丈夫ですか？あ、アトモスから、はい、ぜひぜひバンバン書いてください。じゃあ書いて動画でこのまま紹介します。え、これこのまま使うの？はい、このまま音声も今撮ってます。まあそんなNG ワード言ってないと僕は大丈夫です。ああ、わかりました。すみません。じゃあ、楽しみにそれもしてます。すいません。じゃあもう今日撮って明日動画出します。もう次は、エアマックスワンだって、じゃあ最後に、言い切ってもらって。あ、じゃあ、今の音声そのまま使います。ネクストトレンドっていうことでお願いします。了解です。すいません。ありがとうございます。はい。吐かせてもらいます。はい。ありがとうございます。すいません。お忙しい中。はい。失礼しまーす。ということです。マジで？マジでいただいていいんすかこれ。じゃあ出そうか。はい、こちらです、こちら。
これですよ、これ。もうこれでわかりますよね。ここにね、チームパタと。あの、1日のね、あの、今月欲しい、僕が欲しいスニーカー紹介の中で、あの、僕が欲しいと言っていた、あの、紹介していた一足で合ってるよな。中入ってないとこないよな。はい、それです。パタナイキエアマックスは、ザ・ウェイブ・モノアークでございます。はい、ということで今回紹介するスニーカーはこちらの一足です。これはほんまにちょっとまさかすぎた。ちょっとね、あの、もう動画編集中断してこっちの撮影をしていこうかなと思うんですけど、このモデルというのがですね、パタとナイキのコラボモデルのエアマックス1となっております。まずそのパタをですね、この動画をご覧いただいている方の中でご存知でない方もあの中にはいらっしゃるかなと思うんですよ。まあそうなってくるとですね、あの全然話入ってこないかなと思うので、まずパタの説明からすると、パタというのはですね、オランダのアムステルダムで2004年に立ち上げられたスニーカーブティックとなります。エドソン・サバホと、ギョーム・シュミット、この二人のデザイナーがですね、理想のスニーカーブティックっていうのをこう求めて立ち上げたのがパタとなります。今の説明でパタ伝わるかな？まあ、あの、簡単に説明すると、オランダのアムステルダムで立ち上げられたスニーカーブティックです。で、まあ、ちょっと前であればですね、あの、ジョーダン7とのコラボモデルであったりとか、その前だと、エアマックス90と、エアマックス95のこのソールの部分が95になっているやつ、あの、ハイブリッドモデルですね。っていうのもいろんなコラボモデルが展開されてるんですよ。で、僕のチャンネルで言うとですね、まあ、結構前になるかなと思うんですけど、エアマックス1のですね、高額ランキングっていう動画を出したんですけど、まあ、そのトップ10を紹介したんですよ。で、そのトップ10の中の4足ぐらいだったかな、あのパタコラボが入ってるんですよね。なかなかその10足中4足入ってくるって珍しいじゃないですか。で、まあそれぐらいですね、そのパタとエアマックスワンとのコラボモデルって注目されてるっていうことなのかなと思います。もちろん希少価値っていうところもあるかなと思うんですけど、で今回のこのコラボモデルなんですけど、前にですね、あの小島さんと、動画を撮影したですね、あのエアマックストークの動画の中でもですね、あの簡単に紹介はしたんですけど、まあ改めてですね、詳しく、紹介していきたいなと思います。で、やっぱりですね、今回のこのコラボモデルといえばですね、特徴的なのはやっぱこのマットガードの部分ですね。まあ、ここがですね、一番特徴的なデザインになってるのかなと思うんですけど、まあ、ここにですね、そのパタのデザイナーの思いというのが込められていると。で、それが何かというとですね、人間生きていく上で、やっぱりいいこと悪いことあったりするわけじゃないですか。こう人生浮き沈みあったりするじゃないですか。そのお仕事のことであったりもそうですし、まあ、人間関係であったりもそうですし、まあ、僕なんかもね、あの YouTube を始めて来月で8年目に入るんですけど、まあ、その中でもやっぱり浮き沈みってあったりするわけですよ。で、ご覧いただいている方の中でもですね、その生活の中でそういった浮き沈みってあったりすると思いますし、あとはですね、僕の好きなイチロー選手であったとしてもですね、まあ、その成績の上でこう浮き沈み、いい時悪い時ってあったりすると思うんですよ。もうどんな人でもですね、ずっと停滞せずにずっと右肩上がりっていうのはまあほとんどないんじゃないかなと。どんな方でもやっぱりこう停滞する時があったりとか、こう下がったりする時があったりすると思うんですよね。まあもちろんね、その浮き沈みの規模の大小っていうのはね、まあまああったりするかなとは思うんですけど、まあ当の本人からすればですね、こう下がってる時とかっていうのはやっぱ関係ないわけじゃないですか。で、特に去年ですね、そのコロナの影響で、その浮き沈みっていうのが特に激しくなったこの1、2年だったと思うんですよ。で、その人生の浮き沈みっていうのを、この波に例えてここに表現しているみたいです。まあこのエアマックスはですね、もともとええなって思ってて、まあ欲しいなと思ってたんですけど、その話をですね、この間の動画撮影の時に聞いて余計に欲しくなってたんですよ。まあ、ほんとね、こう人間生きていくとね、いろいろあったりするわけじゃないですか。なんかそういうメッセージ性っていうところにも特に惹かれましたね。ということで、ちょっといろいろね、細かい部分っていうところも見ていきましょう。ということで、上から見るとこんな感じになっております。この特徴的なこのデザインですよね。このジグザグのこの波状のデザイン。これがですね、もう本当に一周している感じになるんですよね。ほら。で、今回これ、モナークっていうカラーなんですけど、まあ、僕がですね、いかんせん色弱なので、はっきりとね、こう、色のことを、こういう感じの色って伝えるのは難しいんですけど、茶色って言ったらいいのかな？何色っつったらいいんだろう？何色って言ったらいいんだろう？もうこんな感じの色です。
皆さん見て伝わってください。色弱の僕にはこれの色を伝えるのがちょっと難しい。まあ僕の目からするとですね、もうこれからの秋冬、まあ特に秋シーズンにはちょうどいいぴったりのカラーなんじゃないかなとは思ってるんですけど、何色って表現したらいいかはわからん。でまあここにですね、まあちっちゃい数種がついているっていうのも普通のまあエアマックスは、まあちょっと前にですね、まあリリースされているモデルっていうのはあったりしたんですけど、まあここにもチビ数種がついていると。でですね、やっぱりね、今回のエアマックス1なんですけど、アッパーのレザーの材質っていうのがね、質感が全然違います。小島さんとの動画の中でもですね、まあ、ちょっと喋ったんですけど、ちょっとしっとりした感じって言ったらいいのかな、まあ、プレミアムレザーって言ったらいいのかな、普通のマックスワンよりもね、ちょっと材質、そのレザーの質感であったりとか、ちょっと高級感、ちょっといい感じの質感のレザーっていうのを使ってるなと。このアッパーのレザーの質感っていうのはですね、もう本当に肉眼で見たらパッとすぐ見ただけでわかるぐらいですね、全然違います、いつもと。で、このミッドソールの部分もですね、こう真っ白じゃなくて、こうセールカラーといいますか、そんな感じになっております。で、このシューターのタグのところにはですね、こんな感じでパタエアマックス1と入っております。で、こちらインソールもですね、この角度でわかるかな、ちょっと撮ろう。インソールにもですね、こちらパタコラボの、証でもあります。こうパタと入っておりますね。まあ、ここは見えないところではあるんだけど。でもかかとにはナイキのシューと。これは満足度高いぞ。まあ、これはですね、もう本当に男性から女性から幅広くね、こう履けるようなデザインなのかなと。まあアッパーもですね、ここ白じゃなくてグレーになってるってところもまたいいですよね。ちょっと青みがかったグレーって言ったらいいのかな。色を説明すんのが難しいなぁ。色弱の俺にとっちゃ。まあ、そこはこの画面を見てなんとなく伝わってください。で、まあ、今回箱もですね、また特別仕様になってまして、こちらですよ、箱が。横側には、ロビ、リビ。意味はわからん。で、こっち側には、こう、チームパタと。で、今回こちらシューレースが1本付属されてるのと、あとはこれっすね、これ。はい、こちら。こう、ポーチに入ってるんですけど、中身がですね、こちらのブレスレットですよ。この数種と、パタのロゴが入った。まあ、ノベルティなんで、そんなにめちゃくちゃいいシルバー使ってるってわけじゃないと思うんですけど、まあ、メッキなのかな？まあでもこういうノベルティ嬉しいっすよね。つけるとまあこんな感じですね。まあこれはまあおまけっすね。まあでもおまけでもこんなのついてるってなったら嬉しいっすよね。いや、これは早履きたい。この後着が挟むんですけど、早く履きたい。はい、ということで履いてみるとこんな感じでございます。まあ今回ですね、久々にエアマックス1っていうのをね、こう足を通したんですけど、前に僕が買ったのって確か2017年とか18年ぐらい前だったんですけど、足をパッと通した時にですね、めちゃくちゃこう足当たりが柔らかいなっていう印象でした。で、まあ今回いろんなパンツにですね、まあ合わせて見ているんですけど、普段ですね、僕はだいたい太めのパンツばっかり履くことが多いんですけど、まあ太めのパンツっていうところもこうハマってくれますし、まあ細めのパンツですね、スキニーであったりとかいろんなパンツがあるかなと思うんですけど、それ以外にも本当にいろんなパンツにね、こうハマってくれるんじゃないかなっていう印象です。やっぱりこうエアマックス1自体ですね、すごいこうシンプルなデザイン、あんまり癖がないようなデザインかなと思うので、本当に男性から女性から幅広く履けるような一足なのかなと思います。こう普段からこうスニーカーを追っかけている方っていうところはもちろんなんですけど、それじゃない方、そうじゃない方っていうところにもですね、今回の一足っていうのはおすすめです。で、まあ僕ですね、まあこれまでにもいろんなエアマックシリーズを買ってきておりまして、その持ってるエアマックシリーズの中でね、あのお気に入りトップ10みたいな、そういう動画もね、ちょっと撮ろうかなとは思っているんですけど、まあその中でですね、エアマックス1って僕、一足しか持ってないんですよ。まあ抽選で欲しいのが買えなかっただけっていうのはあるんですけど、まあ今回のこのモデルなんですけど、動画を撮影してるのがですね、発売日の前日なので、まあ世間的にどれぐらいの注目度があるのかっていうのはね、ちょっとはっきりは分かってないんですけど、個人的には結構好きです。まあそういったデザイン性っていうところもありますし、パタコラボっていうところもいろんな高付加価値が乗っかって、まあでも一番その中でグッときたのはストーリー性、そのデザインに込められた思いっていうところではあるんですけど、でまあ今後ですね、またちょっとはっきりとした情報っていうのはないんですけど、多分ブルーのモデルっていうのもね、販売されるのかな、どうなのかなっていうところではあるんですけど、まあはっきり写真がこう出てたりもするじゃないですか。まあそれもね、ちょっと欲しくなりますよね。でまあ来年がですね、エアマックス1が生誕35周年ということで、まあここからこうエアマックスで未来に向けていろんなエアマックス1っていうのがリリースされてくるんじゃないかなと思います。で今噂で出ているのがですね、まあトラビスコットコラボのですね、まあエアマックスは、まああれがいつ発売なのかっていうね、こう明確な情報っていうところまでは出てないんですけど、まああれが発売されると、まああれもね、ちょっといいなと思ってる、欲しいなと思ってる一足なんですよね。ちょっとこれはね、本当にサプライズすぎた。本当にありがとうございます。
まあ今回ですね、もうこちらサプライズっていうことでね、マジでびっくりしたんですけど、やっぱサプライズって嬉しいですね。なかなかね、もうこの年になってこうサプライズされることってもうあんまないじゃないですか。特にこう、ここ最近ね、みんなでこう集まってっていうこともね、できてないので、これはですね、シンプルにガチで嬉しいです。まあ、ここ最近ね、そのエアマックスシリーズっていうところのね、まあ、注目度っていうところは、またこう下がったり、こう波はあったりするのかなと思うんですけど、またいろいろ集めたいんだよな、エアマックスシリーズも。いろいろ復刻してほしいエアマックスシリーズもあったりするので。で、しかも来年なんかこう、エアマックス97のシルバーバレット、あの辺もね、なんかこう、復刻されるっていう噂があるじゃないですか。まあ、来年は、そのフォースワンも40周年で、エアマックスワン、エアマックス97。いろんなモデルがね、リリースされるんだろうなと、ちょっとね、楽しみにしています。はい、ということでまた次回動画でお会いいたしましょう。See you later! バイバイ。Get the air, get the mark, show me why you